こんにちは、ゆゆこです。夜の方は、こんばんは、マリサです。うぷ主カズは、母島を散策中です。では、本日も、ゆっくりしていってね。こちら、母島散策中にあった掲示板ですね。町内会案内板みたいなものかな。母島生まれのカツオドリのひな誕生か。よく読むと、こちらでも営巣地で猫の被害が過去にあったようですね。いずれにせよ、無事に育つといいよな。あれ、日本丸紀行のお知らせもありますね。島の人たちには船内見学会、なんてやってるぞ。パブリックスペース、と書いてあるので、レストラン、ラウンジ、ホールなど案内するんでしょうね。南洋踊り&ハワイアンコンサート。はい、実は、これが自分たちも楽しむイベントなんです。ほう、それは楽しみだな。そして、今、イベント会場に向かっています。テントが張ってあるところがイベント会場だろうな。はい、もちろん、そうですよ。ずいぶん、お客さんたちも集まってきてるし。お隣のお客様、お一人一本ずつレモンサイダー、お試しください。どうぞどうぞ。はい、こちらの方が冷えてますよ。はい、どうぞ。はい、日本丸のお客様、お一人一本ずつお持ちくださいね。これは、地元産のレモンサイダーのようですね。のすり工房、というところで作ってるようだぜ。でも、今回の舞台自体は撮影してないんだよな。はい、地元の踊りの保存会の方々が披露してくれましたが、動画はもちろん、写真も撮影いいのか迷ったんで、いや、正直写真は2、3枚撮影したのかと思ったのに、撮ってませんでした。でも、南洋踊りのほか、日本丸のハワイアンバンド、小笠原のハワイアンダンスサークルの方とのコラボも見られて、楽しかったぜ。サメが先展望台。はい、イベント会場のあった公園から行けるようなので、散策してみました。展望台までは、すぐだったような気がしたぜ。本当にもう到着ですね。綺麗に整備されてる感じだよな。海も本当に綺麗ですよ。日本丸も随分遠くに見えるよな。冬にはここでクジラ探しもいいかも。正面に見えるのが、姉島、平島か。ここが東京と思えませんよねー。展望台から、港近くまで戻ってきたぜ。見てください、岸辺に魚がいますよ。本当だ。こんな護岸でも見られるんだな。小笠原の自然もすごいですね。おや、この囲いは何なんだ。はい。ここは通称亀池巣と呼ばれてます。亀池巣。ひょっとして、ここの亀食べるのか。いいえ、違いますよ。ここはウミガメ産卵保護施設です。食べるだけでなく、ちゃんと保護もしてるんですよ。そういえば、135頭と捕獲数も決められてるもんな。乱獲もしてないし、ある意味理想的だと思いますよ。そういえば、動画ニュースで、大西洋のマグロはしっかり管理してるようだけど、日本のマグロは管理しないで、産卵場でも取り放題のようなことを言ってたよな。小笠原のウミガメは、その点しっかり保護もしている、ということですね。皆さんも、小笠原を訪れたら、可愛いウミガメのために、静かに見守ってください。おい、おい。確
確か、父島でそのセリフの後、ウミガメのお寿司を食べに行ったんじゃないか。午前も過ぎて、日本丸に戻ります。正直、母島は食べられるところも少なそうなんで、日本丸の船内のランチでちょうど良いんじゃないかな。午後からは、日本丸乗客の別グループが同じように島に入る予定ですしね。どっちみち、主たちのグループは午前中で終わります。と言ってるうちに、テンダーボートが日本丸に到着したぜちょっと、皆さん、暑くて疲れ気味ですかね。正直、主は今回の旅で帽子を持ってくるの忘れてしまったんだよな。そうなんですよね。クルーズ旅というのが頭の中にあって、船の中の旅というイメージだったんで、すっかり、帽子のことは忘れてしまいました。今度、クルーズに行く機会があれば、陸上でのこともよく考えないとな。はい、本当におっしゃる通りですよね。乗船証もチェックされて、船に戻ってきたぜ。6階は何があったっけ？お腹が空いちゃったんで、6階のオーシャンダイニング春日でランチにしたいと思います。今、ハッシュドビーフとチラッと書いてあったな。はい、春日でのランチは洋食が多いような気がしました。オムライスという日もありましたね。いろいろと考えてくれてんだな。こちらがメニューになります。ビュッフェでサラダ、フルーツも食べられるんだ。ほう、これは美味しそうだな。スープ、忘れちゃいましたが、見た感じだとコンソメですよね。さあ、メインに行くぜ。ちょっと、動画撮るのに苦労してます。最後はフルーツとコーヒーで、のんびりという感じだな。客室に戻ると、ベッドの上に封筒があって、開くと、写真のようなものが入ってました。では、本日も、ご視聴ありがとうございました。